はい、私からは、まず特別支援学校学習指導要領等改定のパブリックコメント開始についてですが、本日より特別支援学校幼稚部教育要領、特別支援学校小学部中学部学習指導要領の改定案を公表し、パブリックコメントを開始しました。学校関係者をはじめ広く国民の皆様から忌憚のないご意見をいただきたいと考えています。今時の改定では、障害のある子どもたちの学びの連続性、一人一人に応じた指導の充実、自立と社会参加に向けた教育の充実を目指しています。特に障害学習への意欲を高めることや、生涯を通じてスポーツや文化芸術活動に親しみ、卒業後の豊かな生活を営むことができるよう配慮したいと盛り込んでいます。文部科学省としては、特別支援学校における新しい学習指導要領の実施に向け、教員の指導力の向上、教科書など教材の改善充実などに取り組み、学校や先生方を支えたいと考えております。2つ目は、いじめの防止等のための基本的な方針の改定及びいじめの重大事態の調査に関するガイドラインの策定についてですが、この度いじめ防止対策推進法に基づき、法施行後3年の見直しを行い、いじめの防止等のための基本的な方針の改定、いじめの重大事態の調査に関するガイドラインの策定について決定をしたところです。この3年余りの教育現場での取り組みにより、法に基づく対応は定着しつつありますが、一方でいじめの認知や情報共有が適切に行われていなかったために、重大な結果を招いた事案が依然として発生しているところです。今回の決定では、いじめの早期発見や学校における組織的対応を強く求めるとともに、いじめによる重大事態が発生した場合の迅速適切な対応について、より具体的に記載したところです。文部科学省としては、各種研修会とあらゆる機会を捉えて、新しい基本方針等の周知を徹底し、すべての児童生徒が安心して教育を受けられる学校づくりに向けて、引き続きいじめの防止等に取り組んでまいります。私からは以上でございます。それでは、幹事長の方からご質問します。森友学園に関連してるんですけれども、昨日籠池氏がですね、安倍首相から昭恵夫人について100万円もらったというような発言をしまして、それに関するまず大臣の受け止めと、これもこれに関連してなんですが、23日にですね、籠池氏の承認喚問が決まりまして、その承認喚問に対する期待することをお聞かせ願いますでしょうか。まず事実関係について、承知をしておりませんので、私から特にコメントをすることはございません。委員会に関しては、委員会の開催はもう当然のことでありますが、委員会のご判断によってなされるものであります。以上です。では徳島さん、お願いします。よろしいですか。あ、はい、どうぞ。先日ちょっとまた日教組のことで申し上げるんですけど、臨時教員の3人に1人が任期の期間外になった時にもちょっと業務をしているという実態が3人に1人で明らかになったという日教組が発表されたんですけど、さらにその人の大半の人がその期間中に個人情報の取り扱いなどもやっているということで、場を借りているというような結果なんですけれども、まずこの結果について受け止めと、何か臨時職員についても何か対応といいますか、そういうお考えがあるようでしたらお願いいたします。臨時的任用教員について、新たな任期と前の任期の間に、一定の期間、いわゆる空白期間を置くことを直接求める期待は、地方公務員法等の関連法令において存在をしません。文部科学省としては、臨時的任用教員の任期については、任用されていない者が事実上業務に従事することがないよう、
職員に従事させようとする業務の遂行に必要な期間を考慮して適切に定めるように指導しており、引き続き各教育委員会への指導の徹底に努めてまいりたいと考えております。はい。NHK の荒川です。森友学園の関係なんですけれども、いろいろまだ出てますけど、今回その私学審議会のあり方というか、直接はもちろん私学で今回は大阪府の党の担当にはなると思うんですけれども、結構その私学審の審議の中で、次から次へと今回いろんな、土地もそうですし、教育の体制の中で学校の先生が幼稚園の勉強者、幼稚園の経験者がなかったりとか、いろんな問題が結構いろいろ出てたと思うんですね。で、条件付きの認可、条件付きではありますけど、その民間直前まで行ったというところで、私学審 の会長、梶田会長とかもですね、私学審の在り方っていうのでは、また内容原則公開にした方がいいとか、ご自身もおっしゃってましたけれども、今回こう今の時点で一連で見て、その私学審の在り方として、もっとこういうところがこうあった方がいいんじゃないかとか、ここはどうだったのかとかですね、今大臣として思われるところがあれば教えていただけますか。まずもう質問の中にもありましたけれども、この今回の私学審、これ大阪府の私学審でございますので、自治事務に、私学の設置認可という自治事務における大阪府においての私学審の在り方についてはですね、もしも何らかの改善が必要であるとすれば、大阪府が適切に対応していく、べきものと考えております。それはですね、今、大阪府において、行われてきたものでありますんで、もしもそういった私とその具体的な改善策、問題点等の指摘がですね、その審議会の委員の中から、どういったものが上がってきているのか今正確に承知をしておりませんので、それに関してはもし改善策が必要という声が私学審から上がっているということであればですね、それは大阪府において今後対応されることだと考えております。例えばその相談を受けるということはあると思うんですけれども、私学審を進めていく中で、例えば学校の設置基準のものであったりとか、その辺でこう文科省としての相談体制の在り方とか、その辺でこう少し充実した方がいいとか、そういうところは今の視点ではないですか。今具体的に大阪府の方からですね、ご質問の事案について、何か文科省の方に問い合わせであるとか、ご相談であるとかが上がってきておりませんので、もしもそういったことがあれば、それはもう文科省としてできることとしてサポートするということになるんだろうと思いますけれども、繰り返しになりますが、この全体的に対象事案がこれ自治事務でございますので、その内容に関して所轄である大阪府を飛び越えてですね、直接大阪府の私学審議会の在り方に関して文科省がこうあるべきだというようなコメントを出すことは差し控えたいと考えております。読売新聞の伊藤です。特別支援学校の学習指導要領の改定についてなんですけれども、今回この改定をすることで、これまでこういった課題があったところがこういうふうに改善されるとか、何が変わるのかというところを分かりやすく。先ほど申し上げました障害のある子どもたちの学びの連続性という問題、これはインクルーシブ教育のありように関してございますが、また一人一人に応じた指導の充実、自立と社会参加に向けた教育の充実というテーマで改定を目指しておりますが、具体的な個々の項目については事務方の方から説明をさせていただきます。今大臣の方からもお話がありましたけれども、今回のポイントとしては大きく柱としては改定が3本ですけれども、
まあ、キーワードとしてはですね、その学びの連続性ということで、小中学校から特別支援学校への子どもの移動、それから特別支援学校から小中学校への移動ということが、平成25年の制度改正となってですね、柔軟に行われるようになっています。平成28年度で、3500名程度のですね、子どもたちが、例えば小学校の段階の中で、それぞれ学校間を利用しているという状況になりますので、まあ、今回の学習指導要領の改定にあたっては、当然ですけれども、小中学校の学習指導要領との、連続性といったところをですね、ポイントとして、考えています。それから、これはまあ従来から続きになりますけれども、まあ、きめ細やかな指導と、通常まあ小中学校のように一律的な結果というかな、障害の状態、それから、障害の特徴、そういったところに、まあ、子どもたち一人一人 の、 その状態をしっかり見ながら、個別の指導計画を活用しながら、学校化の指導にしながら、そういったところが、まあ、ポイントだ。はい、どうぞ。読売新聞の岡谷です。アダルトビデオの出演強要の問題についてお伺いします。昨日、津田官房長官が記者会見の中で、この問題に関して、政府横断的に関係省庁による特徴会議を立ち上げる考えを、表明されました。教官の、会見の中では、進学とか就職に対する若者への対策っていうのが必要だというような考えを示されましたが、この問題に対して大臣の考え方と、文科省としての対応をお伺いします。はい、アダルトビデオ出演強要問題等はもう今でもないことでありますけれども、著しい人権侵害であり、女性に対する深刻な暴力であることから、被害の防止や被害者支援に早急に取り組むべきと考えております。例えば性暴力や犯罪被害に遭うことがないように、児童生徒の発達段階に応じて防犯教育、契約や労働に関する知識を身につけるための教員等、教育等を進める必要があると考えております。文部科学省としては、今後設置が予定されている関係省庁の局長級会合を通じて、女性に対する暴力の根絶に向けて、被害を生まないための広報啓発等のあり方について、関係府省庁とも連携をして検討してまいりたいと考えております。最後に1点だけよろしいでしょうか。いじめ の基本方針の関係なんですけども、今回新たに原発避難いじめだとかですね、LGBT への対応というのは盛り込まれましたが、それらをその盛り込んだ理由についてですね、大臣のお考えをお願いできないでしょうか。理由について、どういうお考えというか、そういうものを新たに盛り込んだ背景というのを、それはですね、いじめの問題に関しては、これはもう子どもたちの学園生活の、学校生活の中においてですね、子どもたちの安全をしっかり守っていくと、もうこれはもう、これも言うまでもない重要なことでありますから、そして、法制化から3年経ちまして、法の精神は普及しつつあるという認識がございますが、まだ全国においてですね、重大なこのいじめに対する事案が発生しているという中において、さらにこの法の精神を徹底をしていくということにおいてですね、進めてまいりたいということでございます。LGBT 等に関してはですね、これはもう大きく言えばもう人権の問題に関わることでありますし、そういった意識をですね、しっかりと啓発をしてまいりたいということで取り上げさせていただいているということでございます。原発避難いじめも、最近、問題が、原発いじめというのもですね、特にこの問題に関しては、原発の被害があって、そして避難をしている、大変そのお子さん自体、またご家庭自体がですね、大変そういった状況の中にあって、さらに学校でいじめ被害があるということは、もうこれあってはならないことでありますので、そういった観点からもですね、学校自体に関して、また教育委員会にもですね、その対応をしっかりとするようにということを徹底していきたいということでございます。